おはようございます。MC 松島です。底辺 YouTuber でございます。というわけでですね、今日はちょっと僕が提唱するギャグラップこそ王道なのでは 説というのについて話したいと思います。これはあくまで説なので違うと思うっていう人がいたらコメントを書いてほしいと思うんですけど、あと僕もちょっとあの、世界のことに疎い部分もあるんで、ここ違うよ、間違ってるよっていうのがあったら、えー、指摘していただければと思います。えー、まずこちらの説なんですけども、日本でギャグラップって呼ばれているものこそ、 世界のラップでは、えー、王道なのではと僕は思うんですという話です。まず最初に結論、ちっちゃい結論を先に言いますと、まず日本人がそもそもお笑いを下に見すぎているというのがある。そしてライムするということに相応する日本の文化がない。で、三つ目が日本独自の観念、ギャグラップ。 だったり、ヒップホッパーとはこうあるべきだというのがそもそも日本独自の観念なんじゃないかという話です。まず日本人がお笑いを下に見すぎている。えー、笑いを取るっていうのは意外とアメリカとか、まあ欧米の文化ではすごい文化的な行為。 文化人がやっていることっていう風に取られていて、日本人みたく、あの、なんかリアクション芸とか、えー、やったりするから、えー、下に見られてないと笑えないっていうことは結構あると思うんです。例えばですけど、いや、僕、カノエイコーさんすげえ好きなんですよ。っていうと、あ、こいつちょっとなんかアホっぽいなって思うかもしんない。で、僕、オズヤスジロウさんめっちゃ好きなんですよ。 あ、なんか頭良さそうだなって思っちゃうみたいな、こういうのがあると思うんですよねで。これまずだから笑いを取るということ自体が別に下品なことでも何でもないということ。そして二つ目、えー、ライムというのは、えー、日本でそう、えー、する文化がない。これはですね、ライムっていうのは英語では小学校とか中学校とかで結構長い時間をかけて教えるそうです。でそもそも大体の歌。 だったりあと、新聞の見出しとか、演説の強調したい部分っていうのは、胃を踏むのがもう普通。最近だと、オフィシャルヒゲダンディズムさんの歌が胃を踏んでいるみたいなことが話題になったりしてましたけども、えー、栄の歌はもう全部ほとんど踏むのが普通です。そもそも、ライムするという行為自体が、別に、ヒップホップ専用の技とかではもう、そもそもない。ミッキーマウスね、MM とか、ドナルド・ダック。 DD とかこれも一応ライムしているということになっているそうで日本におけるそういうものってない。 から、えー、ライムすることに対して、まず日本人がほとんど理解できていないのではないかなと思っていて、例えば、日本の文化についてちゃんと詳しくないと理解できないものとして、僕が思うのは、ボケツッコミだと思うんです。あれはわざと間違ったものを指摘する。これでなんで笑いが起きるのかなって多分日本の文化を理解してないとわかんないと思うんですけど、ライムも多分そうで、日本人が日本語でこう陰を踏んでることすると、おいおいラッパーかいみたいなことになるけど、いや、そもそも、文章とか詩とか、キャッチコピーとかではもう 踏むのののがが普通っていいうのが英語の文化なんです、ね、らしいんでですらしだから、えー、ライムをすることによってダジャレっぽくなったり踏めば踏むほどダサくなるみたいなことっていうのは、まあ、英語では起きていない踏むのが当然だ。でこれちょっとあの個人的な意見を言うと僕は日本語におけるその応援という文化がない代わりにその語呂がいいとか5七5というのがあると思うんですけど例えばこの5七5の俳句を英語に訳した時にそれは俳句と 言えるのか英語の歌詞に拳をつけて歌ってそれを演歌と言えるのかって考えた時に僕はすごい競技で厳密にはラップって英語でしているものじゃないとラップとは言わないような気もします。3、日本のヒップホップ理想像というのがこれを 僕個人的に武士道精神から来てると思うんですけど例えば成り上がる舐められない野望がある男らしい元来のヒップホップが持つ理想像とは随分違うような気がしていてですねどちらかというと暴走族ヤクザ極道 の気持ち、美学が混ざってきてるんじゃないかなと思うんですよ。で、本来はダンスするための音楽だし、ダンスするという文化がまず日本にもないと。で、その自分の話をしなきゃいけないとか、嘘をつかない、笑いを取らない、俺は成り上がってきたと。俺は苦労してきたけど、今一生懸命やったからこれがあるみたいなことを歌わなければいけないというヒップホップの理想像というのは、これ日本独自のものなんじゃないかなと。で、それに対してそうじゃないものを揶揄しているのがギャグラップっていう 言葉だととと思ううんですけどもギャグラップっていこそもそもそアメリカとかにはない気がするんですよ、ね、そこであの日本独自のギャグラップを下に見るというのが起きているのではないかなと思います。これをまとめますと、まず韻を踏みながらなんか言うというのがまずそもそもギャグ的じゃない。韻を踏みながらうまいことを言いながら、文学的なラップもアメリカにいっぱいありますけど、ほとんどもうユーモアですね、ラップって。で、それをしながら社会的なメッセージ、 自分がううメッセージを伝えるっていうのは、えー、日本にやってる人ってこれおそらく僕お笑い芸人さんが近いんじゃないかなとそもそも思うんです。言葉を使ってうま、えー、いことを言いながら。アメリカの英語でうまいことを言うっていうのがまあフローをつけたりライムをするってことなんだけども日本だとその掛け言葉があったりボケツッコミがあったりっていうそれをやりながら、えー、メッセージを伝えるっていうのは日本では漫才師さんとかがやってることだと思っていて僕は爆笑問題さんの漫才とかナイツさんの漫才とかウーマンラッシュアワーさんの漫才っていうのが、えー、アメリカのラッパーが やってることにかなり近いことなんじゃないかなと思うんです具体的にグラミー賞 っていう、え、アメリカのレコード大賞、もう世界のレコード大賞があるんですけど、そこで撮った、え、ラッパー、ちょっと3人紹介しますけども、まずリゾっていう、こちらすごいとってもふっくらした女性で、私はふっくらしているけども、私の体は自分が好きだと、無理してダイエットとかしなくていいと思う、みたいなことを言ったり、そういう活動をしてらっしゃる方で、おそらくこれは日本の芸能界に置き,置き換えると、渡辺直美さんとかがかなり近いんじゃないかなと、無理して痩せたりしなくても、おしゃれは楽しめる、楽しんでいいんだ、っていうようなことを言ったり、で、そういう、あえてその自分のふっくら 出した体をもう丸出しにしたりとかするっていう活動をしてらっしゃるでまあ、歌詞とかも見ていただければわかりますけどかなりユーモアが入ってますでもう一組まあ、リルナズ X さんこの人はあの自分がゲイだとカミングアウトしてるでこれはまあ日本の芸能界で言うとなんだろうなまあ、お姉系のタレントさん TikTok の え、カウボーイチャレンジっていうカウボーイの格好をするっていうハッシュタグがあって、それをきっかけにバズっていくという経歴を持っていて、この TikTok からレコード対象を取るというのは日本ではほぼありえないと思うんですけど、その一発ギャグとかリズムネタ。 とか、芸人さんの感覚に近い気がします。で、中身もかなりユーモアがあります。で、3組目、タイラーザクリエイター。これも、あの、調べてみてもらえば分かると思うんですけども、相当ユーモアですね。ユーモア、ユーモラスなことをしていて、で、ファッション性もあると。で、アーティスティックな感じがするんだけど、すごい変な人っぽい。 で、多分日本の芸能界でおけると、あの、野生爆弾のクッキーさんとかが近いのかなと。で、3組とも、あの、和訳とか見てもらえば分かると思うんですけども、日本語でやってたら多分ギャグラップって言われると思う。でもギャグラップがグラミー賞をアメリカで取っている。ということなんですよね。で、これで、まあその日本におけるヒップホップ観念と、世界の標準ってどれだけ違うのかなっていうのをちょっと考えてみてほしいなと思うんですよね。で、僕も英語は全然喋れないし、あの、アメリカの文化についてそんな明るくないんで、えー、ちょっと間違ってるところもいっぱいあるかなと思うんですけども、ちょっとこれ れを機にですね、日本のヒップホップ、ラップっていうのは何なのかなアメリカと何が違うのかなっていうのをちょっと考えてみてもらえればなーっていう説でした。信じるか信じないかはあなた次第です。ありがとうございます。